タイムです。ラスト続きプレイしていきたいなと思います。いや前回ねアイムがだいぶアンポンタンパンパンさをね発揮して言えてない、いやもうなんか大バカ者ぐらいのレベルの間違いを犯していて、今こちらに向かってるんですけれども、あエンジンかけるの忘れていた。で、ですね、今ブドウのベトベトを大量に作っていて、こんな感じで、でプラスチックもやばいね、物資が結構今少なくて、で間違えてこのスキューバーダイビング用のあの酸素ボトルを持ってるペットボトル分作っちゃって、ようやくペットボトルが完成いたしました。で、尾ひれを作りたくて、足ひれか。で、ロープは大量にあるので、ロープの方を、こうして。で、装着して。結構ね、意外にね、ベトベトがめちゃくちゃいるので、どうしようかなーっていう。で、卵めっちゃ落ちてる。よいしょ。卵拾って。いいね。で、中に入れて。これはさ、あ、いいんだよね。こっちに向かっててよくて。これ、板が結構使うので、深刻な板不足にならない程度にやっていきたいんですけれども、食べ物をね、作んなきゃいけなかったりとかで、よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、余分にやっぱ酸素ボトルをめちゃくちゃアイム作っちゃってる。ベトベトを取って、ヒレも作っておきたくて。いやー結構、あれ不足。アイムがね、分量間違えちゃった。作るあれを間違えちゃって。あれ、いなくなっちゃった。よいしょ、食べ物食べて収穫していきましょう。野菜のこのスープが一番コスパが良くて、めちゃくちゃ野菜を育ててるんですけど、いろいろと足りなくて、ここにジャガイモさんとか入れる？お魚をこっちに移せばいいのか。整理整頓をしますか。待ってね。今いらないのが、あ、島に着くまでの間ずっとアイム整理整頓してるような気がする。クジラじゃないや、サメさんをもう倒す機会が今なくて、サメ肉が有り余ってる。本当はサメ肉を思いっきり取っておきたいんですけど、ここにスープのあれ系を入れて、ここがキノコだったりとか、まあこれ、はい、こういう感じかな。いいですね、いい感じじゃない。で、あとは
まあちょっとずつないないをしていく感じなんですけれども、まあ板を返してベトベト拾って中入れて、こんな感じですかね。植えていくっていう、植えていく作業を今してるんですけど、で、あとは水が足りないので、水、いやー忙しいねー、大忙しだ、大忙しって言わないか、大忙しっていうのか。いいね。ちょっと待って。オッケーよーん。ほら！食べるでない！カカシどこ行ったの？カカシ、あ、待って、カカシいないからじゃんね。カカシどこ行った？全部食べられちゃったのか。カカシさんを作らないといけないですね。カカシさんは、どこにいるんだろう？あ、いた。釘プラスチックやし。とりあえずの？あ、板いるんだ。これでいいじゃん。で、そうもしてる間にもしかしたら島に近づいてるかもしれないので、よそ見は禁物。うわぁ。喉乾いてる。で、かかしさんはね、裏側を向いてる方がいいのよ。よいしょ。こういう感じで。そしたら、鳥がちょうどいい向きで、こう、つついてくれるから。やっぱ鳥も背後を狙うんですね。おっと。はい、もうだいたい、下の方しか見てないから、大丈夫かな。オッケー。いいんじゃない？どう？まだかな？ちょっと覗きに行きますか。ピコン。あ！でももうすぐですね。ほら。アイムの夢はね、あともう2個モーターをつけてね、走らすことなんですけど。これあともう2個つけたいの。もうそろそろさ、島が多分見えてくるとは思うんですよ。で、よしよし。どう？あ、なんか一瞬固まった。あれ、もうすぐなんだけどな。なんかほら、もうそろそろ見えてきそうですけどね。よいしょ。一周ぐらいこうやって、雨にかかったやつを取りに行って。はっ！さあどうだ？あれか！なんか一瞬、あ、ちょっと待ってね、みんな。ごめんね。しかもこういう時に限って夜なんだよな。ほら。このね、囲ってるやつが、
よかった。島じゃないよ、今回。もう、島じゃなくていい。一旦島じゃなくていいよ、アイムは。もう、熊が出現とかさ、ネズミがとかさ、もう怖いったらありゃしないんだ。うおー、ちょっと、綺麗なあれで眺めたいから、アイムは。寝たい、一旦。一旦寝よ。一旦。おやすみ。おうおうおお、なんかご飯も欲しいし、はあ、ちょっと待って。うわ、すごい街みたいになってるよ、みんな。え、ウキウキワクワクドキドキ、なんかいるし、あそこイノシシみたいな戦うやん。え、見えてます、みんな。あそこね、動いてるのがいる、あそこに。ちょっと待ってね、一旦エンジン切るわ。待ってね、一旦エンジン切って、食べ物食べて、飲み物も飲んで、待てよ。ちょっといなくなるから、ここだけ収穫させて。よいしょ。で、多分、走り回ったりとかするんで、水分とかいるから。調理して。一旦持ってって、いらないのだけ、整理してこう。で、こんな感じかな。食べ物と、軟膏。よくわかんないけど、こういうのとか持っといて。槍も持っといた方がいいかな。槍、ちょっと壊れかけじゃない方を持っていきますか。で、ご飯でしょ。で、飲み物も、で、ヘッドライト、まあ、一個、とりあえず一個。まあ、もう一個予備作りますか。うわ、飲み物がいる。行くぞーいて。楽しみだね。よいしょ。ヘッドライト作っておきましょう。いいですね。でも、ほら、充電がないやつで作れちゃうから、めちゃくちゃ便利よ。はい。で、こんな感じで、作って。矢もね、うん、いい感じ。よし。いや、まあまあ、飲み物なんですよね、要は。ちょっと。あ、大丈夫そうだね。オッケー。で、オッケー、オッケー。ちょっとめちゃくちゃ忙しいんだけど。で、ギターを置いて、両方同じ感じでスタートをさせていきましょう。テイク。テイク。オッケー。で、どこ行った？あれ？あー、全然真横横横。そこ行き過ぎてた。どう、なんか鳥みたいなおるけど。ハードモードで鳥はきついな。どこから降りればいいんだろうか。とりあえず何個も持ってきてるし、なんかここから上がる感じなのかな。どうなんだろう。とりあえずのこの、この部分から行きますか。もうちょっと、うわぁ。ちょっと待って。ちょっとなんか、写真撮りたいけどさ。あ、なんで？いいところで。
というところで、よし、こんな感じでいいんじゃない？オッケーオッケー、こんな感じで、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、いいよいいよ、いいじゃん。待ってよ、この板をさ補充しておきましょう。で、ここも補充しといて、とりあえずこう置いて、食べ物もいって、そんなか、嘘やん、ちゃうで、びっくり、びっくりしたで、またおねえ呼ばなあかんやん、あいむ早々に、もう、あ、また来てる来てる、なんやあれ、え、あ、これな、白やな、見て、あ、ここから倒しますか、じゃあここからアイムやるわ。よし、当たった。倒したー！やったー！みんな見て、倒した。ついに。多分ね、6、7発ぐらいで、倒れました。ホワイトクリーチャーのお面いただきましたね。かぶれるんか。あー、そうなんか。でも、どういう感じになってるかわからんから、置いておきましょう、これは。いやー、大変やったわ。でも死ぬかと思った、アイム。見て、これもう。飲み物飲んで。食べ物を食べて、飲んで、よいしょ、じゃあ行きますか。何個も持ったし、まだいるのかな。まあさすがにいないですよね。7階、行かれ行かれへんかな。あ、行けた行けた。なんか、ここは関係ないのかな。行けない。ん？危ない危ない。あそこは関係ないようだ。待って、夜になってきましたね。ちょっと一旦見ます。皆さんちょうどいい、寝ますか？寝たいな。おやすみ。よーし、朝だぞーてー。いきますか。あれ？水できてないな。まあ、まあ大丈夫でしょう。よいしょよいしょ、よいしょ。まあ、ここは、見る限り、あ、入れるんか。何もない感じなんで。まだ、出られへん感じ？オッケー、よかったー。で、行って。何かあるかな？ないですね。よいしょ。見るからにはない感じ。オッケー。で？ここなんもないの？あ、サメや、サメおるで。2匹いるんですよ。そう。嫌でしょ。わかる。ここは、じゃあ、何もないってことありそうですけどね。ないのか。
ないわ。逆にこの下側があるってことなのかな。でもサメがいるんで、もうちょっとサメを奥の方に寄せたくて、でサメって基本的にあの船の付近にわあの集まるので、そうそうそう、ああるやん、あそこ。待って、ちょ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 、どこ行くねん、一回転しよう、一回転。あれやんて、びっくりしたわ今アイム、よう見てーみたいなね。おっとおっと、待って待って、なんで、ギリギリまで持ってって、ちょっとこんな感じでね持ってって、そうそうそう、こんな感じで持ってって、あ、いい感じ、 OK で、ここで、はいはいはい、アンカー下ろして、 OKOK、はいやー、 OK で、上ね、上に、ほら、なんかレシピ、ほら、レシピ、こことか、が、ウィーウィー、これだけでしたね。一番上は、何もなかったんで、まあでも一応、確認しましょう。アイムの目は基本的、節穴なんで、ポロポロ落ちていっちゃうからね。はい、何もなかった。はい、OK でーす。ってなると、今度あっちだ。またね、向きを変えて。あ、もしかして板ない？もう、板がないようです。板がございません。あれ、板あるはずやねんけどな。ん？あ、そういうことだ、アンカーだ、そりゃそうだよね。向き変えて、よし、行け、よし、行け。で、ウィーン、ウィーン、舵を切れー、みんなのもの、舵を切れー。あ、いいですね。そうそう、こんな感じで。こんな感じで。オッケーオッケー。で、アンカーを下ろして、板を置いて、板を置いて、ん？で、OK、で、シチューね、ね、こんな感じで、しょ、いいね、いいよ、よ、で、よし、じゃあ行きます。お待たせいたしました、よいしょ、上陸、すごくない？こういう感じでいろいろ撮った。
わからん。どれがサムネ採用されるかわからん。あ、I couldn't get anything out. Ah, forbade me from doing any more experiments. I think he's just angry because Mark is sick. But then he said she would be okay. So it's okay. これに沿っていかなあかんってことか。でも今はいかん。今はそれどころじゃない。とりあえず今は鳥さんをやったんで上に行ってきたいなと思うんですけど。これどうやって上に、あ、こっちからか。よいしょ。あっちもあるし、こっちもあるし、どこがあれなんだろう。ちゃんとよく見て、見ながら行かないと、見落としがあるかもしれないので。Leto Scientific Journal Monster Investigation. There's a stranger in town called Olaf something. Pa keeps going to his meetings. No kids allowed.But at night, I got Sanjay to help me sneak onto the stranger's ship. Thought maybe he had some medicine for Ma, but Olaf's boat was just filled with cages. In the cages were big rats and a very large hyena. They were so angry. Sanjay found notes talking about feeding and training them into his personal army. Sanjay thinks Olaf might be a bad guy. I think I agree.あーなんか船の奥から動いたのはハイエナってことなのかな。なるほど。ん、なんかなのかな。ここキャビネット開きますよ、みんな。ほら、食べ物が落ちてる。キャビネットもちゃんと見ないといけないですね。あ、下も開く。ない。ある。ない。ん？やっぱなんかここ海に入らないといけないのか。とりあえず上だな。上からの下だな。なんかちょっとここ文明を感じますね。うん。おお。いろんなところをたくさん、あ、ほら、ね、やっぱ見た方がいいんだ。これはなんもない。なるほどねー。こっちは？下も、あ、いろいろあるぞ。
ここに上がってって、やっぱほら、ちゃんと見なきゃだね。ここはもう、あ、開けてる、アイムが。そっかー。もう一回だけちょっとここ行ってもいいですか？ここは、あれで、入れない？まあ無理に行っても、なところは行ったところでだからね。あ、8だ、8。夜になってきましたね。厄介だぞ、夜は。でも83とか見やすくなるんで割といいと思うんですけど、ハイエナですよね。で、ここはあのなんかジップラインみたいなのがないといけないみたいな感じなんですけど。あ、もう一人。待ってね、83を、えい、OK。すごい。あ、いるやん、ラマとか。うわー、私を拾ってと言わんばかりにジャンプしてる。そっか、じゃあ、いいよ。ちょっと待ってね。後で持ってきてあげるから、あの、スポーンってするやつ。また家畜が増えるぞ、みんな。夜になるとこう光るからいいですね。ほら、これもなんかありますよ。Datto's Experiment Journal, Attempt 733.Pa helped me weld the rocket together, and Sanjay borrowed some fireworks to get it started. Pa had to apologize to everyone for the explosion. I don't get it. It was just a test. What an overreaction. They would have taken my tools if Sanjay hadn't helped me put out the fire. Ah, good helper, Sanjay. Ah, 爆発性粉末がいるんだ。あ、ちょっと待って、飲み物って。これは、すごいや、足早いね。あそこにさ、見て。あれがあるの見つけちゃって行きたい。あ、結構見落としてるな、アイム。ほら。で、隣に行きたいんだけど。こういう感じで。これ上、やばい。どうやってこの上登るんだ？あ、でもジップラインでそのうち来るようになるってことか。じゃないと取れないのか。オッケー。一旦、家戻って、暗いから進むの、どっちだって。ん？自分の船の場所がわからなくなっちゃった。あ、あったあった。よし。一旦寝ましょうか。よいしょ。よし。おやすみ。待て、早いな、足。ね。あ、もったいねえ。よし！お前はもうアイムのものだ。帰るぞ。こんなね、誰もいないところでね、ご飯も食べれないでね、ガリガリになるよりはね、アイムのね、洋服となりたまえ。いいか。脱出するんじゃないぞ。脱出ってなんだ？脱走するんじゃないよ。ほら見てみ！いっぱいほら、お仲間がいるから。ね？ほら。ここでね、ご飯いっぱい食べて、大きくなって。よし。いいね。素晴らしいね。みんな、仲間増えたよ。
ご飯食べて、ないないしていって。ということでですね、今回はキリがいいのでここまでにしたいなと思います。なんかよくわからん強い痛い鷹を多分6発か7発ぐらいでハードモードでは倒せたので、多分普通常だったら5発ぐらいでなくなるのかな？ということで、最後までご視聴ありがとうございました。次回はですね、どんどん前に進んでいきたいと思いますのでお楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いいたします。また見てね。バイバーイ。